皆さんこんにちは。今日のテーマは外国人やのにアニメファンやのに日本に移住しないやつらは理由を聞かせてくれってやつで、みんなはどのようなコメントをしてくれてるのかを見よう。一番のやつが、日本人じゃないから。それは全然理由なれへんな。移住そういうもんちゃうやろ。で次は、日本では居場所がないからアメリカ人のデブだから。アメリカ人のデブでも必ず日本で素敵な場所はあると思いますよ。ぜひ、ください。次は、自分の国が気に入ってるので移住可能だとしても外国に引っ越すのは嫌だ。この人は多分もう自分愛国っていうか、外の世界に行くのは怖いから自分の国から出ないと思うので、もう少し自信を持ってみんな歓迎しているので来てくださいとしか言えないですね。次はですね、出生地ガチャで日本というあたりを引かなかったから、これはもうよくわかんない言い訳ですね。はい、次。ただでさえ自分の国で賃金奴隷するのは嫌なのに、日本で働くのは地獄に違いない。確かに日本は借金がやばい国だと言われているんだけれども、世界中的には結構借金がやばい国の方が多いかなと。奴隷するのは、まあ、日本行っても多分変わらないだろうな。日本人の大人でさえ人生大変なのに、外国人がどれほどきついのかなって想像できない。まあ、俺は外国人やけど日本に住んでるんだけれども、まあ確かに会社によっては結構きついのもあるし、想像できないほどの大変な会社もいっぱいあると思うんだけど、まあ、素敵な、体験もできる機会もたくさんございますので、ぜひ来ていただければと思いますね。で次の人は、さっきの人に対して、普通は外国人の方がイージーモードだよ、十分にお金を稼いでればの話だけど、外国人の方がイージーモード、まあ、外国って言ったらさ、日本以外の国って全部外国じゃん。だから外国人の方がイージーモードだよって、まあ、国がありすぎ、例えばアフリカとかで考えるときには絶対日本の方がイージーモードだけど、アメリカ合衆国とかだったらもしかしたら日本より簡単かもしれない。でもそのまま人種とかあって難しい話だと思うんだけど、その次は、の分には、十分にお金を稼いでればの話だけどって、もちろんお金がない人はどこ世界中どこ行っても、まあ、大変だって言うことは確かと思うんだよな。でも特に俺的には日本はお金があれば何でもできる国だと思うんだよな。逆にお金がないと何でもできない。電車も乗れへん。次の人は、ディズニーランドで暮らさないのと同じだよ。観光には最適な場所だけど、数週間以上滞在してたら目新しいものがすぐなくなるよ。これはいわゆるカルチャーショックの次の段階あって、新しい国に引っ越すときはカルチャーショックをします。大体の時は何でも新しいから楽しいと思ったりするんだけど、第二段階のカルチャーショックは何でも嫌になっちゃうことで、自分の国と比較できるようになること。だから最初は何でも新しくて楽しい、まあ、新しい恋人みたいな感じだけど、次は悪いところしか目に入らないっていう第二段階ですよね。この人はその第二段階をものすごく理性的に見てるんです。次の人は、なかなか怖いこと言ってるんだけど、俺の国はインフレ率 50% だから日本で奴隷をやるのは悪くないと気がする。怖えな。この人の国の事情はちょっと分かんないんだけど、ベネズエラなのかな。俺は日本で奴隷は絶対したくないけどね、まあ、それほどやばい国に住んでるっていうことで間違いないですね。昆虫のように大手企業で働かされる奴隷ロボットになりたくないから。これは大手企業に入れたと話なんだけど、まあ、確かに俺も前には大手企業、日本の大手企業で働いてて、まあ、言ったような奴隷ロボットになったので、この気持ちはすごくわかるんですけど、大手企業に入れなくても奴隷ロボットになれるのでご心配なく。次の人はその言葉に対して、それは日本に限った話じゃないだろうって言ってる。まあ、おっしゃる通りですね。奴隷ロボットはどんな国でも構えなくなれると思いますね。たくさんの外人は日本の労働基準についていろいろ文句を言ってるんですけど、次の人も、
日本で働きたくないわなって言って、大都市はやることが多くて食べ物や文化もいろいろあるんだけれども労働文化でダメになりそうやわって言ってます。日本ってもう有名ですね、すごく労働環境が、厳しいっていうところなので、まあ、要するのに外国人は日本は好きやし、ちょっと観光で遊びに行くのは分はいいんやけど、日本の労働基準はあまりにも厳しくて外国人はどうしても行きたくないっていうのがポイントなんですよね。おそらく日本のその労働環境が、少し外国人にとって行きやすい状況になった場合はもっともっともっと外国人は日本に行きたいっていう感じなんでしょうね。まあ、最近結構そういうアベノミクスじゃないんだけど、あのこの前にその移住法律は簡単になったし、大学行かなくても日本で働けるようにビザを取れやすくなったんだけれども、その中でやっぱり外国人はあまり日本行きたくないっていう気持ちなんですよね。今は日本とドイツとイギリスとかいろんな国があって、その国がロースキルの仕事をやる人を募集してるわけなんですよ。その中で一番日本の労働環境がやばいと思われているので、そのロースキルワーカーは日本に行きたくないっていう人がすごく多いんですよ。なので実際のところは日本は、そのロースキルワーカーをものすごく必須してるんだけれども、彼らは日本行きたくないっていうケースの方が多いと言われています。でこういったアニメファンで日本のことクソ大好きなのに観光だけでいいよっていう人が多いっていうことは現実だと思うんですよね。あとまあ最後なんですけど、この人の意見はもうすごく私は 100% 同意してて、自分はアホすぎて日本社会のルール守れなさそうだから、これも全く一緒ですね。日本のルールは全く守れないし、なんと文化も喋り方も全て日本は結構上等なので毎日頑張ってます。では次まで、面白かったら、いいねとか、または登録をお願いします。では、他のトピックスとかやってほしければコメントの方で教えてください。バイバイ。